受け取る人を見極めないといけないんだけど、それこそ急いでる人とかなんかキャバの姉ちゃんみたいのは受け取ってくんないの。でもカモがいて、もうまずそもそもその場所に着いたらそこら辺にいる不老者の人に30個ぐらい配るんだよ、はいって。おばあちゃんは多ければ多いだけ受け取ってくれんの。しかもあのバックでアメちゃんもらえるっていう。意外なのが急いでる人の中でも電話してる人電話してる人ってちょっと強めに渡すと、もうこみその持ってる手と話してることにリソースがいってっから、胸の前につけてボンって出すとなんかね話してて取ってくんだよね。ああのね、ああだだだだだから、その電話してる人には多めの量を強めに渡す。こっちがコミュニケーションを取るっていう意思があると意外とコミュニケーション取れるんだよね。まあじいさんばあさんが多いけど